はい、一応スタートしたかな。はい。で、ちょっと初め、はい、アートラボ OMM プラントって何ぞや的なとこだけ初め説明させてもらって、で、2人展の、緩めなギャラリートークをしていきたいなと思っております。で、俺多分声遠いんだけど、はい。プラントアートラボ OMM、今年の夏、で10周年になるんですが、大阪の天満橋、OMM ビルの中にある、アートスペース、クリエイティブスペースとなっております。で、京阪建物株式会社さんの、直営のギャラリーとなっております。で、運営ディレクションが、僕、滝本と、ロケットジャックで、今回作家の中島隆、とかがスタッフで、やっている、スペースになってます。でですね、今回は、井口舞子さんと、中島隆の、2人展ということで、ある関係というタイトルで、作品展を、いつまでだ20日まで、はい、開催しております。今日は、3日目かな、はい、はい、ということで、まあゆるりとというか作家の言葉で何かしら聞けたらええかなっていうところで、はい、思ってます。よろしくお願いします。お願いします。で、そうだね、まあ、中島隆と、井口舞子の、まあ、紹介というか自己紹介的なところで、はい、井口さんは、いつから作家活動というか。私は専門学校の研究科に進んだところから本格的に外で活動し始めたので、もう5年6年目ぐらいですかね。初めて、なんかリハの時より声がトーンが下がってる。ちょっと若干緊張してる。で、書き始めの時から、ペインターとしてアクリルにキャンパスでっていう。最初はキャンパスではなくて、本当にもう紙に絵の具でっていう感じだったんですよ。で、その本当にこのタッチになる前、人物描いてたんですけど、そこから本当に研究所に上がって、すごいペインティングのタッチの作品に移ってきて、そこから何年かしてる間で紙よりも結構荒々しいタッチがいたりもするので、持ち的な意味でもキャンバスが向いてるってことで今の感じに移っていきました。で、モチーフは、はい、どうなの？そうです、最初本当にその人物から星、まあ、その希望を救われたいっていうベースにあって、そこから星をその希望の象徴として持っていっているので、そこから徐々に星を求める、救いを求めるから、その救われるための世界から徐々に日常に寄っていって、日常の中でそういったものを感じれるものが植物だったので、まあ、今回の展示のような植物がメインになっていっています。なるほど。で、中島隆。中島です、よろしくお願いします。僕は、作家活動を始めたのは2013年の夏頃だったかなと思います。で、最初はペン画をずっとやってました。丸ペンとかを組みつけて線で描いていくっていう技法で、ずっとやってたんですが、2016年の12月に初めて個展をさせていただいて、その時に、今描いているビニール袋の作品を作っていくっていう方向性を決めて、そこからもうずっとビニール袋の作品をずっと描いていってます。その中でもいろんな幅というか、イラストっぽいものを描いていたり、生物画のアプローチだったり、ビニール袋をいろんな形で作品にしていったっていうのが、いろんな流れがあります。いろんなって言い過ぎですね。めっちゃ言
るやん。ね、で、まあ、今回タイトルにある、ある関係、まあ、あるスラッシュ関係っていうのが、2人ともそのなんていうんですかね、モチーフの、選び方って言ったら変やな、出会い方だったりとか、モチーフを、どういうふうに、モチーフっていう存在をどういうふうに捉えてるかっていうことと、描く上で、例えば井口さんであれば言うたそのモチーフと共有する時間があったりとか、もちろんね、誰しもモチーフ描いてる時共有する時間はあるんだけども、リアルに自分の生活の中に、取り入れて、それを観察して、まあ、観察っていう言い方がいいかどうかは分からへんけども、まあ、その時間軸っていうのを、書いていくっていう流れっていうのが、まあ、事前に打ち合わせした流れで、で中島隆に関してはそのビニール袋、一番初めにね、そのビニール袋っていうのを見つけた時から、じゃあどんどんビニール袋とどういう、向き合い方していこうかっていうのをすごく悩んだ、作家だと思うし、でどん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 それが進化していってて、その進化していってる様が面白い。だからその存在しているもの と、作家との関係性で、作品になった時にお客さん、その見てくれる鑑賞者との関係性っていうのがどういうふうに映るのかなっていうのがすごく楽しみな展覧会だなって思って、企画を、ね、まあ、一緒にしましょうっていうことで、この2人展を開催する運びとなりましたと。はい、はい。がっていうか、うん、で、まあ、その2人がそのね、企画の話になってから、新作と、まあ、もともと書いてたものっていうのももちろんあるんで、旧作少しかなと、でも2人ともコロナ禍で書いてるものばっかりよね。あ、でもそうですね、うん、そうですね、2020年か、以降に書いた作品ばっかり で、中島に関しては2022年がほとんど9割。そうですね、今年入ってから書いたものばっかりですね、うん、っていうふうになってるよね。で、まあ、井口さんから話をすると、もともとその風景画に近い形のシリーズを書いてたじゃん、はい、でなんだろう、そっからその花単体というか、お花を、自分の生活空間で生けて、それを観察しながら描いていくシリーズに少しチャレンジが向いていて、それっていつぐらいからやってるの？でも本当に2020年からですね、うん、いただき物のお花を描いてみたいなっていうことで描いていって、見て、あ、結構そのずっとやっぱ見ながら死にもらったものを、あ、いやいや本当にずっと家にあるものを描き見ながらやっぱ描いてて、あ、なんか面白いなと思って、その時結構花言葉をその最終的にタイトルに入れ込んだりとか、うん、あとそれ以降はその本当にいただいたものとかもあったんですけど、自分で花屋さんでお迎えしたりしたものだったりとか、その時も本当やっぱ色味だったりとかがその外で見る草とかとまた違うしで、その色味をより表現できるなとか、その瞬間の色味ってすごく美しいな、とどめたいなっていう風になって、結構今のシリーズにより移っていって、本当にずっと私の近くにいる近くにもうベッドのそばにもう花瓶を置いて、そこにずっといて、その子たちをずっと、もうその子たちっていうぐらい結構親密な距離というか、あの子その子みたいな、もう人のように一緒にいる、本当同居人というか、一緒にいる子を描き留めたいっていう気持ちで今の作品に移っていきました。まあ、はっきりとあるかどうかは分かれへんけど、うんうんうん、その風景で描いてた時っていうのは、うんうん、ずっとそこに通えるものと通われへんものっていうのは、あるわけじゃん、はい、
で、じゃあ、まあ、記録として撮った写真をベースに、絵を描いていく、作品を作っていくって制作していくんだけど、これに関しては、それこそほんまに毎日そこに居張るわけでしょ。居張るというのがいいのかどうか。もう香りもずっとする、うん、感じで、うん。で、なんかそこで、うん、なんだろう、向き合い方って変わった？でも最初は本当にこの花を描きたいなっていう感じだったんですけど、本当にそれがやっぱずっと一緒にいてってなってくると、本当に対人っていう意識がめちゃくちゃ強まったというか高まったというのが大きいんですかね。で、基本成果よね、生きてるお花だよね。で、だからどん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 その、お花としての生命力が、うん、あっち行ったりこっち行ったりってなるんだけど、うん、元気な時もあればだんだんと元気がなくなっていったりとか、その前ちょっとねお話ししてた中やったら、そのお花の果汁に耐えきれんくなってきてとかで、うん、言うたら区切んところをちょっと切って保つように、うん、まあ、なんかだんだんそのなんだろうね、生命のその時間軸みたいなも、うん、含めてどういうふうにどん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 変わっていくわけじゃん、うん、でも作品っていうのは一つのキャンパスの中に収めていってるわけで、うん、なんかそこってどういう感覚なんかなっていう、本当にもう本当にそのやっぱ美しい瞬間をとどめておきたいがすごく強くて、なので結果もなんか本当にありのままのその瞬間を別のキャンバスにその時に描くっていう風なのがになりますかね。うん、なんか同じキャンバス内にっていうのもなんか物によってはその瞬間の子を一つの中に入れてるものもあるんですけど、それ以外だとこのキャンバスでは最初の方着たての子を描いたりとか、別のやつだとちょっと買ったものだったりとか、うん、その経過が本当に別の作品ごとにちょっとずつ出てる感じなんですかね、ちょっと聞き方的なものは。だから一つの画面の中でもまあ少しのもちろん変化はあるし、うん、それ大きく変化していってるものは別の作品としてキャンパスが増えていってっていうような感じ。そうですね、なるほどね。いや、でもなんかね、その作家の時代みたいなんてあると思うのね、僕は。外におる子にキュンとする時代があって、うん、で、そこから一緒に暮らしてみたらどうなるかなっていう、まあ、たまたまね、プレゼントしていただいたお花っていうのがきっかけなんだけども、その作品のモチーフとしてどういうふうに、そこからまたつながっていって、なのか、またこっから先もどん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 変わるだろうし、こういう言葉もどんどん変わっていくと思うんだね。今なんか聞いた感じ、はい、なんか家族写真のアルバムみたいやなって。あ、なるほど。なんかこの時のこいつみたいな。ああ。なんか僕はあの兄弟多くて、アルバムですんですよ。あ、そうなんですね。ですけど、はいはいはい、でもなんかやっぱりその時々のこいつはこうやったなとか、うん、その時泣いてたなとか、うん、っていうのがなんかある家族写真ってあって感じがして、うん、で植物もその時の綺麗だったりとか、うん、その時に魅力を感じたことをその作品として残していくとどめておくっていうのがなんかそれっぽいなとちょっと今聞いてて思った。本当にその瞬間の、うん、なんだろう、見ている私とその時の感情も合わせて、本当私なりの見え方を一緒にアウトプットしている感じというか、うんうんうん、なので本当に何だろう、全部その瞬間込みで留めたいんだろうなっていうのが、うんうん、作品それぞれに出てるかなと思います。よし、喋る時に、うん、後ろ向くとマイクからアウトになっちゃうんで、すみません。素人感が出てね。
もう気持ちちょっとだけ音あげようか、はい、だんだんヒュイーンって小さくフェードしていってなるほどね。で、まあ、今度はちょっと中島隆史サイドに入っていって、はいはい、で今まで、まあ、シリーズというか、うん、中島隆史のビニール袋時代、はい、今をどういう期間として見るかっていうのもあるんだけども、はいはい、初期、はい、一番初めのその2016年に、書き始めた時って、うん、どっちかっていうとそのビニール袋にまつわるビニール袋が主役となった物語のワンシーンを描いてるようなイメージがすごく強かったんですよ。そうですね、そうかもしれないですね、うん、で、まあ、コンセプトの中にそのビニール袋を主役にしたいっていう、うん、そう、まあ、ちょうどね2016年って難しいところで、うんうん、あのビニール袋全盛期、そうですね、なんだろうね、頂点じゃないですか、うん、もうありあふれて捨てられそこら辺にゴミとして散らばってたような、そのすごく便利なものなんだけどもすごくないがしろにもされてたっていう中、こいつたちはもっと主役にじゃないけど誰かが主役に見てあげないとっていうような話を多分中島隆史から聞いてて、でそこからだんだんとその生物が、はいはい、まあ、シリーズに移行していったわけじゃん、はい、でその第一段階の移行って何なんだったの？ですね、そのビニール袋を書き始めようってなった時の本当の最初っていうのは、そのなんだろうな、ずっとペンで書いてきて、でそのペンで書いていく中で自分が今後もずっとその生涯かけて書いていくものをどういうものを書いていこうかって決めたかったんですよ、自分の中で。で、ものを書くきっかけがあって、そのものてかモチーフですね、モチーフを書くきっかけがあって、でそれを書いたことで、あ、なんかモチーフにいろんなものを込めることができるんだって気づいたんですよ。でじゃあ何を書こうかって話をしてたんですね。でそこでビニール袋っていうのが最終的になったんですけど、まあそれは何でかというと、その僕が書きたいのはそのモチーフとして、その例えばカメラであったり靴であったりってかっこいいじゃないですか、ビジュアルがもうすでにかっこいいもので、でもそれをずっと書き続けるっていうのとはちょっと違うなと、そのヒーローじゃないですか、そのかしてもね、そうそうそう、でも僕はかっこいいものだったから、その何でもないものを書きたいなと思って、速度が、あれちょっと止まってる、止まってますくるくる回り始めた、スマホで見てみましょうか、現状。あ、今大丈夫や。大丈夫なんですか、うん、はい。まあ、その何でもないものを書こう。何でもないものって。で、なんだろうな、自分の中で金銭に入っているものじゃないかなって探るときに、そのすごく生活の中で近いけど、でも捨てられたりとか、誰にも見向きもされてないビニール袋っていうものを自分の中で、掘り下げて、ずっと書いていってみようっていうのが最初だったんです。で、そこのなんか、思いつくきっかけになったのが、ビニール袋が夜中その風で舞い上がっててダンスしてるみたいでかっこいいなって思ったっていうのが僕の中であって、でそれ一番最初に書いたのはそれでした。でこのダンスしてるのがかっこいいなっていうこともあったんですけど、でもビニール袋ってそれこそさっきも言った通り人の生活にすごく近いものだから、人の生活の中でどう使われているのかであったり、この袋の中に入ってる
モチーフ、買ってきたものを入れるものじゃないですか、原料によって。で、買ってきたものをが入ってるシーンで、その奥にいる人が描けるんじゃないかなって思ったのが最初で、で、生物画のシリーズっていうのが始まりました。うん、ですだいぶちょっと長くなりましたけど、うん、すいません。でなんかね、その生物画を描いてきたの見て、あの面白いなっていう思ってたのが、そのなんだろう、生物画ってそもそもまあその時代その時代の、うん、あの記録というかっていう役割があって、まあ、結構あの中島隆とトーク、うん、あの何回かやってるから何回もこれはあの言ってるかもしれないんだけど、うん、あのそうじゃあビニール袋のビニール袋が入っているっていう生物が僕はすごく面白かったんですよ、うんうんうん、多分これが100年後見たらっていうね、うんうんうん、で、まあ多分それもあってアクリル画から油彩に中島隆自体の、うんうん、その、まあ、画材を 何を使うかっていうチョイスも変わっていったんだと思うんだけど、うんうん、今はもう全部油彩でやってるよね。そうですね、で、さらにまあ言うたら中に入っているもので、すごくそのシーンでそれを買ってきた人たちの後ろ、まあ、性格が見えるというか、なんかその絵を通してその持ち主を探してしまうような、想像するの楽しいですね。あ、そうそうそう、これ買ってるってことはこのぐらいの人で多分家族にこういう人おるんやろうなみたいな、そう、そう、なんかすごく代表的な作品が風の日っていうねタイトルの、あの中にスポーツドリンクとおでこ冷やすシートとゼリーとかが入ってて、もう完全にやらかした人の買い物なのか、お見舞いに行く人の、うん、買い物なのかなとか。で、まあその時にやってたシリーズの中で言うたら、そのきんぴらごぼうを作るため の材料を買い出し行った材料が袋の中に入ってて、で、きんぴらごぼうがセットで書かれててっていう、その中身とそのビフォーアフターじゃないけど、なんかそういうチャレンジが作品の中であって、まあ、そういう時代を、そうですね、うん、結構ここ最近はずっとやってて、で、今回の展覧会ではそこからもう一歩踏み込みたいって、まあその前からずっと、うん、話は聞いてたんだけども、じゃあビニール袋があるシーンっていうことではなくて、ビニール袋自体の個性って何っていう、なんだろう、もう何の話やねんこれっていうようなね、そうそう、うん、話になっていって。でまたそれがねすごく初め聞いた時には僕もキョトンってしたんだけど、まあ、キョトンというかどうなるかが見えへん、うんうんうん、ビニール袋だけの個性を描きたいんですよっていう熱量それをどうキャッチしていいかなっていうのはすごく悩んだんだけど、でもまあ今 SNS があって、まあ2人ともね今回の作品の出来上がっていくまでの経過を少しアップしてたりとか、皆さんチェックできるんだったらチェックしてくださいっていう、うん、そういうのも見せてくれてるんだけど、あ、なるほど、こう来るんだっていう、うん、なんかそのさっきのその生物画のシリーズっていうのは袋の中に入ってるものっていうのでストーリーを見せたりっていうふうなことをしてたんですよね。そのでもやっぱりそれって中に入ってるものをやっぱり見るじゃないですか。でそれがまあその作品として良かったりっていうのはいいと思うんですけど、でもなんかビニール袋を描く人だって自分でも思うし、ビニール袋を見つけたらやっぱり嬉しいと、嬉しい嬉しい
あ、ビニール袋だなって僕、うん、何言ってるんだろうな、わかんないですけど、まあでもちょっと愛着が湧いてるんですよ。何しで、そうなっていたときに、そのもっともっと魅力的なあの作品をずっとずっと作っていく。で、ってことを考えたときに、一回ビニール袋と差しで立ち向かわないと。対話しよう。こっちと、こっちと一回ちゃんと話さないと。って思ったんですよね。なるほどね。うん、で、だからその書き方も今回そのグレーのベースをまず引いて、うん、あのまあ引いてとあのビニール袋の持ちを先に、うん、あのあらかた書いて、まあ、そこから背景を書いていく。 で、ビニール袋自体はそのここに欲しいっていうバシッと、うんうんうん、その構図に書いてあって、で、なんか見てて、すごく肖像画的よね、うん、そうですね、それすごく今回意識しました。ポートレートっていうその、まあ、基本人物だと思うんですけど、人物のと背景があって、その人がかっこよく見えるみたいな、そういった写真をやっぱり頭の中で思って、で、今回は落ちているビニール袋、捨てられたものっていうのを探してきて、で、それをそいつのポートレートというつもりで描きました。それは、やっぱりそのシーンにあったままを描いてるの？いや、シーンにあったままじゃないです。そのビニール袋はビニール袋として、野良ビニール袋を記録してから、そうです、そこからその背景自体は、違うイメージというか、その彼彼の彼女は分からへんけど、ビニール袋をが持ってる、そうです、書いて、でそいつが持ってる、なんでなんていうね、精神性、そうだったであろうとかいうもの、いや、そうだったであろうというか、うん、お前ってこうじゃない。まあそうだったであろうやろな。なんか照らし合わせちょっとこうなんじゃないかっていうふうに、そうそうそう、こいつって熱いんじゃないだろうかとか、なんかなんだろう、あの架空の本当に人格みたいなものを自分の中でイメージして、で背景を作っていくっていう作業でしたね。不思議でした。あの多分ね、本人も不思議やけど見てる側も不思議なんだよね。で、なんかそうね、今そうやってストーリーのあるシーンを描くっていうところから生物画を描くっていうところに行って肖像画に移ってきて、で今まあこれも話聞いてるんだけど、ビニール袋、野良ビニール袋ね、落ちてる、やつを今度は持ち帰って、一緒に過ごすっていうのを今現在進行形でやっているんだよね。ですよね。それは何なんだろう、野良猫とか捨て猫とかを、いや拾って帰るような感覚という、まあ、なんでしょう、その今回の展示の時に井口さんと秋代さんと3人で話したじゃないですか、で井口さんはその植物っていうのを自分の生活の中に連れて帰ってきて、で家族であったりみたいな、そういった形でその人近い存在を見て書くっていうことをしてると。で僕はその知らん人のポートレートを書いて、でそこで関係ってすごくなんだろう、切れてるというか、精神的距離がちょっと遠い気がしてたんですよね。で、で僕はそう、現状そうだけど井口さんはまた別のアプローチをしてるっていうことを知ったので、じゃあそこを変えてみたら自分ってどうなるんだろう、僕の作品ってどんな風に変わっていくんだろうっていう自分の中での実験だったりします。なんでその無機物じゃないですか。ビニール袋の無機物なんで、どうしたらそうなれるんだろうっていうところから
とりあえず気に入ったというかいいなって思うやつを連れて帰ってきて、うんうん、どう過ごしたらこいつと友達じゃないけど近い存在になれるのかなっていう。ちょっと大将様でもですか。いや、とりあえず一人。あ、そっか。その一人を持ち帰って、うん、さてちょっとどうするみたいな感じでそう話していける。話して、とりあえずこの綺麗にしてあげようって。うん、そうですね。そこから帰ってきたらまあ。そうそうそう。なんか今日すごく面白かったのが、そのちょうどお客さん途切れた時に、なんか中島が会場で、まあ、ギャラリーで何か書いてるなって思ったんですよ。で、何書いてんのって聞いたら、こいつにこのビニール拾ってきたビニール袋に合う服を考えてるんですって言って。服か。服。服って何やろ。服か。もう本当にじゃあ本当に対人としてもう完全に、その子が着るなら何着るやろみたいなことです。そうですね、その服がそもそも必要なのかどうかからちょっと思って、うん、そうか、まあそうだよね。ちょっとそれもかあれして考えてみて、そうそう、あの人じゃないから、うん、人じゃないから、もう別の文化のやつやから、こいつのじゃあ服ってなんだろうなみたいな、そうそうそう、なんか文化って違うから、文化ないけど。うん、でもその服の定義を調べたら、はい、保護すると装飾する、またその社会的地位を表すものっていう定義だと思うから、なるほど。で、そいつとして一緒に生活するんであれば、そいつを保護する必要はあるから、はいはいはい、だからあこいつにいい服があってもいいんだって思ったの。そうですね。そう。だから服考えよって。そうか。尊厳。でもさ、すごくまあ文化が発展していると思っている私たちのエゴかもしれないよ、それは。いや、そうなんですよ、ね、そう、それも考えながら、だからもしかしたらそれは彼にとってのなんだろう、ストレスかもしれないな、うん、とも思って。でもそれってさ、ちょっと井口作品にすごく戻ってしまうんだけど、うん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 、その外の風景で見つけたそのモチーフというか植物、これ描きたいなとか、あこれ素敵、希望というかなんか素敵やなって見えた、うん、見つけてそれを持って帰るのっていう話をした時に、持って帰れん、そこの場に置いて、言うたらそれを何か切って持って帰るとかっていうのはしないんですっていう話をしてた、うん、でなんかそういうのにもなんかちょっとつながったなって思って、本当になんか外にいる子は本当によく、まあ、隣人じゃないですけど、よその人なんですよね。なんかそれはそれで存在してて、なんか会う時はあ今日も元気やなみたいな感じでなんか挨拶し合うのかみたいな感じというか、その人は存在してるから、持ち帰ったら言うたらもう犯罪じゃないですけど、それはそれでちょっと私も考え方がちょっと鼻とかに対して人寄りというか、ちょっとなんかあの子その子って言ってる時点でちょっと。そうか、昔で言う庭で飼って張る犬を、近所の犬を見てるような感じとか、野良猫を見てるような。動物で釣れたら、そうですね、本当によその子という。近所の子供じゃない、近所の人やから許可取って取るとかになってくるんですけど、まあ、でもそれ自体は、まあ、植物やから勝手に取って、今日めっちゃ元気やなみたいな感じで写真に収めてたりとか、よく通る子だと本当にあめっちゃ元気になってるとか、あ今日めっちゃ枯れてるとか、結構やっぱ野草でもあるんで、いくら強い雑草を描いてるといえども、やっぱめっちゃ元気にふさふさするし、めっちゃもう枯れて、あやっぱ生きるもの死ぬよなって思いながら、なるほどね、生還して、まあ、それも私がお家に迎えてる子とかやったら、なんとかもうちょっと持たせてあげようと思ってできるけど、外の人やから、もうどうなるも、もうその人次第というか、もうありのまま。環境次第、ね。環境次第で、うん、もう受け止めています、ね。
その人なんですよね。だからそのそうだよね。だから今中島隆がその井口舞子作品っていうか井口舞子の制作にその感化されてとか影響を受けてチャレンジ一回実験してみようって思ってるこの行為ってすごく面白くて、でそれがまあ最終ね作品として続いていくものかどうかっていうのはまだ分かんないけども、なんかその一回やってみるっていうのってすごくいいなって思うんですよ。でなんかまあ、僕自身もねそのこのスペース運営してるけども、あのクリエイターではってものを作る側でもあるんで、なんだろう、やっぱ常に作品って制作してるし常に考えてるし常に実験してるし、うん、あのまあまあ毎日何かしら手動かすか考えるか準備するかをしてるわけですよね。でなんかそこの、うん、向き合い方ってまあ人それぞれのねペース、あの時間の使い方があるんで、あの一概にあの全部が全部それがいいとは言わないけども、あのそれでもなんかやろうって思ったりとか気になったことを実際にやってみるっていうことって多分このあといつになるか分かれへんけど数年後か10年後かとか分かんないけども、うん、作品に返ってくるんやろうなと思ってて、うん、 そうですね、それが全然違うタイプの作品になってたとしても、うん、その経験ってすごくいいことかなと思ってて、でそういう意味ではなんか2人ともそういう時間を惜しまないタイプだから、すごく真面目にあのモチーフと向き合うタイプ、まで、なんかあのもちろん井口さんと中島君であの年齢差ももちろんあるんだけど、だから通ってくる道っていうのはまたあの経験値とかそういうのもやっぱもちろんあるから、あの今を全く同じその着地点とか言葉の使い回しとかじゃなくてあの全然良いんだけど、何かしらお互い見てて新しいなって思うとことか、まあ、自分の視点じゃないなって思うとことか、あ、続けていったらこういう風な着地もあるんだっていう例として見たりとか、なんかそういうのも面白いなって思って、このだから2人展スプリット展みたいな形っていうのがあのそういう実験であったら、うちもあのアートラボ OMM って言ってるぐらいなんで、あのそういう実験的なことを、うん、できる場で ありたいなっていうのでよかったかなって思ってるんだけど、できますね。そうだから展覧会ってあの別にあの最終地点ではないんだろうなとやっぱ思うんですよ。で今この時点のその作家の作品であって、それを飾った時点からまあ、加筆する作品、まあ、作家さんももちろんいるし、それも別にいいしなんだけど、加筆しないんであったとしても、まあ、その時のそれが出てるもの、うん、でもうその次に行ってるよね、同時進行で行ってるよね、うんうん、そうなんか、うん、他にもやっぱ書き続けてるものはあるわけじゃん、そう、これが終わったから言うて一旦休憩っていうわけじゃないやん。並行して書きますもんね。そうですね。なんでかね。いやなんか、まあ、その今回まあ展示してみて の、 そのさっきの僕 の、 その実験であったりっていうのは、本当に今回の展示がきっかけで、新しいきっかけになったっていうのがあるし、で作ってできた作品を何でしょう、ね、その場所に持ってきて、うん、持ってきてみたらこんな可能性があるなっていうのが、うん、あの見つかったりもするから、から次に困難したいなが結構出てきた、うん、今回、うん、言葉が今までこの言葉言い回しとかでなんかしてこなかったことが今回のお話とかで出てきて、
それで自分で気づいてなかったこととかもあって、そういうのもやっぱしっかり話し合って出てきたものなんやなって、僕めちゃくちゃ新鮮でした。うん、なるほどって気持ち。だから僕はなんかこういうあの場のあり方みたいなのは、あの今の時代やからなんかちょっと必要かなとも思ってて、もちろんあのそれを実践してる場所も多くあるよ、あの別にうちだけじゃないし、ただなんかあのなんだろうね、難しいな、これも伝えるのすごい難しいんだよね。あのずっと言ってるけど、うん、でもなんかそれを、うん、なんだろう、うまいこと展覧会とか、うんうん、もそうだし、まあ、こういうトークもそうだし、現実フィジカルであの展覧会見に来てくれた方だったり、まあ、お客さんもそうだし、アートファンの方もそうだし、あの作家さんも、うん、同じくなんだけど、まあ、あの運よくというかありがたいことに、あのここの場所ってなんだろう、僕たちがデザイン制作とか、うん、あの映像制作とかも含めて制作業やってるんで、うん、そのクライアントになる方、うん、あの一緒にお仕事する方も担当者とかもあの来られるんですよ。でもちろんあのアートが好きなあの方もそうだし、で作家さんも、まあ、言うて来てくれる。だからこそなんかそこでできる情報共有というか、うん、現場でできることっていうのは現場でできることでなんかやりたいなとは思いつつ、うん、で作家サイドは作家サイドで一緒になって、これやったらおもろいかなって、今こういうとこで頭打ってんね、ほんなこういうやり方あるんちゃうとかっていう情報共有とか、何かヒントになる場であったらいいな。でまあこうやって展示をすることで、まあ、実践できて、あの実際反応どうなんやろうなっていうのをあの試す場でもある、うん、かなとは思ってるのよね。なんかそれがもうちょっと伝わりやすいように頑張っていかんとなっていうのはうち的にも思ってて、だからこういうトークはすごく面白いし、あのこれが本人、あの井口さんと中島くんがじゃあ5年後このトークをまた自分で聞いてみてどう変わったかっていうのがね、認識できても面白いし、言うたらこれで知ってくれた人があのお二人をどういうふうにあの追っていってくれるか、うん、作家としてもそうだし作品としてもあの追っていってくれたら嬉しいなとは思うかなっていう。うん、で今あれだよね、井口さんが手塚山ギャラリーでこれこれ展っていうのに参加してるんですよね。2月の19日の土曜日まで開催。はいはい、給料日ってあるんだっけ？給料日が、そうですね、祝日、日曜日、月曜日がお休みです。なるほど。そしたら、はい、明日はお休みだけども、そうですね、火曜日からまた。火曜日から、うん、はい。これ、どういう展覧会なの？これは本当にコレクターさんが、推薦する作家数名からと、その人の所蔵のものとその人の新作を展示する展示会になっています。うんうん、なんで関西では2回目だった、関東の方では複数回してて、うん、はい、その感じの、うん、コレクターズコレクティブ6になってるね、大阪。うん、なるほど。いうのが今が開催中で、はい、土曜日に。あ、土曜日になりますね。19日土曜日ね。はい。はい、で、中島隆史は今んとこ、はい、特に。特にかね。なんか年内、あの、個展できたら面白いよね。そうです、そうです。うん、今回、書いたものの展開を結構思いついたので、それの展開であったりで、あと、この、ずっと書いてた生物画のシリーズと、今回クラの、あの、何も入ってないビニール袋っていうのを書いてるので、そこの対比の展示ができても面白いなって。ああ、そうだね。その中で、そういうなんか、組み合わせで見えてくるものっていうのを人に見てもらえたら、すごい楽しいなって思ってますね。なるほど。
だから、まあ、2人とも、まあ、年内まだまだ何かしら発表していくだろうし、まだこれをねアーカイブとして一応2人に消してくれって言われるまで残すつもりだからいつ見る聞いてくれるか分かんないけども、うん、何かしらやっぱ多分この2人はねやめれないよ作家を。かないとなんかうん、でもなんかそれがいいよね。なんかそういうこそなんだろうなって思いながら今後を楽しみにしつつ、今回のこの展示は、2022年の2月の20日までかな、はい、ちょっとうちも、明日朝で、月火、休労してるので、水曜日から後半戦多くの方に見ていただきたいなと。まだまだ大変な時期で、あれですけども、ぜひ気になった方は作家さんたちを追ってほしいし、何かしら言葉出してくれたら。そうですね、うん、すごく励み、超喜ぶよね、本当にもう、うん、いやーお前ね、なんかもう締めの言葉に言ってるのにこんなん言うのもあれやけど、ね、リアクションというかは欲しいよね。力だよね。なんか最後ね、ライブで言う手を挙げろじゃないけど、もうやっぱあるよね。それを関係なく書き続けんだけど、あるんだよっていう。ということで、ちょっと今後の、うん、動向も皆さんぜひぜひっていう、よろしくお願いします。ということで配信終了します、はい、ありがとうございます。